三菱 UFJ ニコス、三菱 UFJ ニコス株式会社、三菱 UFJ ニコスには、株式会社、三菱 UFJ フィナンシャルグループ、MUFG の子会社で、国内最大のクレジットカード会社である。MUFG 内略賞はニコス、年間取扱高は9兆6、398億6700万円、平成28年3月期連結。 全身の DC カードが三菱系のクレジットカード会社であったことから三菱広報委員会の会員である一方同じく全身の UFJ ニコスが三和系のクレジットカード会社であったことから緑会の会員でもある1951年6月7日に審判作用手の企業である日本信用販売後に商号を日本審判に変更として設立され 2005年10月1日に UFJ 銀行、現、三菱 UFJ 銀行の子会社となり UFJ カードを合併。同時に UFJ ニコスに称号を変更した。また、翌年10月1日に JA 系列の共同クレジットサービスを合併した。2007年4月1日に DC カードを合併し、称号を三菱 UFJ ニコスに変更した。また、 2008年4月1日に、コ品カップ事業をジャックスへ、事業譲渡した。その後、MUFG が直接出資する子会社となっている。MUFG が2005年11月に、農林中金と提携を結び、2008年には三菱、UFJ ニコス株の一部を農林中金に、譲渡している。2011年3月には、過払い金返還に備えて、引き当て金を積み増し、 財務基盤を強化するため、MUFG と農林中金を引き受け先とする1000億円の増資を実施した。2017年10月1日に MUFG が農林中金の保有する三菱 UFJ ニコス株のすべてを取得し、三菱 UFJ ニコスを完全子会社化すると発表した。MUFG はスマートフォンによる決済や仮想通貨関連の事業が広がる中、 三菱 UFJ ニコスを完全子会社化し、決済事業の中核を担う会社としたい考えと報じられている。また DC カード、MUFG カード、ニコスカードのシステムを約1500億円かけて21年度までに統合するとも伝えられている。さらに JA カード事業に関しては、JA グループ向けの決済ソリューションに係る企画業務等を担う新会社である。 JA カード株式会社を農林中金と三菱 UFJ ニコスの共同出資によって2017年10月1日に設立し翌年1月から営業を開始した株式会社フィナンシャルワンカードから始まったフィナンシャルワンの運営も引き継いでいるグループスローガンは MUFG 共通のクオリティホーユーであるシンボルマークやコーポレートカラーも MUFG と共通である。など。三菱 UFJ ニコスが発行するクレジットカードのうち DC カード及び MUFG カード、旧 UFJ カードはグループ会社も発行している。DC カードグループ及び MUFG カードグループのいずれかまたは両方に属する会社は辞表の通りである。判例、募集中銀行本体発行に行募集停止。 利用停止。次の銀行とクレジットカードの銀行本体発行に関して提携。ブランドとしては DC と提携している。JCB カード、UFJJCB カードや一部提携カードは、クイスプ、ビザブランドのクレジットカードは、ビザタッチ、その他のクレジットカード、マスターカードブランドの DC カードを除くは、スマートプラスにそれぞれ対応している。一部を除く。 三菱 UFJ ニコスローンカードを2008年6月10日から取り扱っている。なお、MUFG カードは同年7月16日から募集を開始している。ギフトカードとして三菱 UFJ ニコスギフトカードを発行している。2016年現在発行されている額面金額は次の通り。なお、過去には ニコスギフトカードなどで1万円券は発行されていた。過去にダイヤモンドクレジット DC 日本審判、ニコスミリオン UFJ ユフューニーコスの各会社及びブランド名で発行されていたギフトカード以下本節内において9券と記述も2016年現在の三菱 UFJ ニコスギフトカード取扱加盟店であれば DCUFJ ギフトカード取扱店規約 以下本節内において、取扱店規約と記述第2条により2016年、現在発行されている三菱 UFJ、ニスギフトカードと同様に利用できる。ただし、旧ニコスギフトカードの旧デザイン券のうち、平成7年10月、平成10年8月に発行された、額面金額が5000円のものと1万円のものについては2016年現在加盟店での利用は、 不可とな、り、三菱 UFJ ニコスが2016年現在、発行している三菱 UFJ ニコスギフトカードとの交換を行っている、同時期発行されていた、額面金額が1000円の休憩については2016年現在も利用が可能である。また、ダイヤモンドクレジットギフトカードや、ミリオンギフトカードなどは加盟店側が、使用可否のみならずその存在自体を知らず、 使用を断られることがある。本来上記の休憩の使用を正当な理由、未審目で切り取られている、著しく汚損しており、有効性の判断が、不可どがないにもかかわらず、店側の周知不足を理由に、使用を拒否することは、取扱い天気、第7条に違反する行為であり、その場合三菱 UFJ ニコスは、取扱い天気役第12条に基づき加盟店との、 契約を解除することが可能である。なお、誤ってギフトカードのミシン目を切り取ってしまうと無効となり、加盟店での利用は不可能となるが、切り取り編が残っている場合は三菱 UFJ、ニコセギフトカードセンターへ連絡すればうなギフトカードと交換が可能な場合もある。約400の通販サイトへのポータルサイトとなっており、同サイトから通販サイトにアクセスすれば、 対象カード利用によるショッピングで通常の2から20倍のポイントが付与される仕組みとなっている。株式会社 JTB グローバルアシスタンスに業務を委託し、海外アシスタントサービス、ハローデスクを開設している。三菱 UFJ ニコスが発行する MUFG カード、MUFG カードウェブサービス、DC カード、DC ウェブサービス、 ニコスカード、ネットブランチのカードブランドごとに会員専用ウェブサービスがあり、請求額、利用明細紹介、利用可能額紹介、ポイントの紹介、応募、キャンペーンの参加登録、住所等の変更、支払い方法の変更や、隠し申し込みがインターネット上で可能である。三菱 UFJ ニコスでは悪意のある第三者による、 不正仕様を未然に食い止めるため、米国ネストルインクが開発したプリズムクレジットを導入し、常時モニタリングしている。以下は過去の出演者、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。